夢くりは、広志による日本の漫画作品、および、それを原作とした、メディアミックス作品。温泉巡りが、趣味の主人公の少年が、とある温泉街で出会った温泉の神様および、温泉旅館の看板娘たちとの交流を描いた、青春漫画。ほのぼのアクション温泉青春ストーリーと銘打たれている。 月刊コミックアライブにて2012年3月号から2017年2月号まで連載された。また、ピキシーフの電子コミック配信サービス、ピキシーフコミックにて2012年6月29日より無料配信が開始された。月刊コミックアライブ2012年9月号にて本作品を原作としたドラマ CD の制作が発表され、同紙2012年10月号にて、 ショートアニメが制作され前日のドラマ CD に同梱されることが発表された。雑誌掲載時とコミックス収録時では区切りやタイトルが異なっているエピソードがあり、雑誌とコミックスとでは話数のナンバリングにズレがある。コミックスではカバー裏にも印刷が施されている。内容は宮間館の宣伝ポスター風イラスト。夢ぐりが趣味の高校1年生。 ゆじょうは、百箇所目の温泉巡りで訪れた、宮山温泉で、従業員の手違いによって、銀髪の美少女が先に入浴していた、露天風呂に混浴してしまう。まこはその美少女に一目ぼれしてしまうが、従業員の少女いわく、その美少女は、温泉の神様で、今日は神様が人流力によって、温泉の湯を起こしてくれる大切な日。 その姿を普通の人間である誠が見てしまったために、神様は人通力を失って、普通の人間に戻り、さらには五感を失い一生孤独に暮らしていかなければならないのだという。神様を助けるために、誠に普通の人間であることをやめ、関係者として三山温泉で住み込みの客引きとして働くことを勧める従業員たち。突飛な話に戸惑う誠だが、 再び神様を目にした瞬間に、やはり自分はこの美少女に恋をしたのだと確信し、宮間温泉の温泉旅館、宮間館で働くことを決意する。担当声優はドラマ CD 版のもの、宮間館で働く少女たち。神様の弟子として人通力を使うことができる。MF コミックスアライブシリーズ、月刊コミックアライブ2012年10月号にて、ショートアニメ化が発表され、 2012年11月28日発売のドラマ CD に約6分間のショートアニメを収録した DVD が同行された。ありがとうございます。